エルダゲームチャンネルへようこそ。今回も 2D ゼルダライクゲームのオーシャンズハートの続きをプレイしていきたいと思います。今回はお城の侵入のために山を目指すっていう感じですね。なんか大ごとなってきたね。痛い相変わらず痛い。おー、そこ行けるんだ。通れないってなると左か。あ、上だね。よしよしよし、上の方に行けばいいみたいだけど、下は通れない感じか。まあ、このまま上行こうか。お、すごい、5個手に入った。痛いね。あの岩投げがほんときついね。そうそう、この辺りで、あー、そんな感じ。毒の森毒の森か、嫌だな。あ、一撃で倒せるようになってる。あ、いいね。一撃はありがたい。え、強すぎじゃね。やばい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 。白マンドレーク、はあ、マンドレークの強化が出てきたか、とうとう。これやばいな、敵強すぎね敵がほんと強くない？めちゃくちゃ大変なんだけど。やばい、マンドレーク全部攻撃受けてしまう。紫の子、一体無敵時間長いよ。あ、これも山か。なんか一箇所行けそうなところあったから、そこまで戻ろうかな。おいで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 、痛い、はい、ライフの消費が激しすぎる。結構理不尽だな。あー、行けないのか。スイッチはあるね。いやでもさ、合成する場所、クラフトの場所とかもさ、そんなに多くないから結構大変だよね。なんか作りたいなとかさ、ポーション作りたいって思っても作れないからさ。こっち何？あ、やっぱりいたわー。オラ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 こうなればこっちのもん。ドン、いっ、おぶ、いっ、あ、やば、生命エリクサー使っちゃった。なんか出てきた。パン。
まあ、光ってるね。なんか解放したって感じなのかもね。泥棒たちは何て言ってたかしら。確か木が生えてる岩が4つあって、4つあって、真ん中に岩の秘密のトンネルがある。で、声をかけ3回ノックするんだっけ。あぶね。さあ、どこだ ?4 つ。この辺りか。ここじゃね。え、ノックした今。ノックした。ノックとは一体。痛い。暴走カタツムリ。危ない。意外とね、コウモリがいい動きしてるからね。これ倒したよね、さっきね。あ、いった。いい。いや、それ。あれ、指か？ああ、弓っぽい。すぎじゃね。あすぎじゃない。ああ、まあ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 、まあ、見合ったものはもらったか。ユーリーさんも結局何なのか分かってないからね。俺の石像もわからんな。お、裏口が。ここしか行けない感じか。どうも。やっと見つけた。あちこち探し回ったのよ。ティリア、こんなところで何してるの？もう答えたような気がするけど、あなたのことをずっと探し回ったの。お父さんどこ？話せば長くなるけど、でも、あえて嬉しいわ。ティリア、今、私には、この秘密の本が必要なの。海王の剣を見つけて、恐ろしい強力な魔法の道具を破壊するために。海賊評議会と黒ひげは海賊の仲間を集めて、その道具を手に入れた。それを使い、海と嵐とモンスターを支配しようと。それ、オーシャンズハートのこと？ねえ、ティリア、きっと大変な思いをして私を見つけてくれたよね。道中で、海賊と戦い、この話を耳にしたはずよ。そうよ、何人もの海賊と戦った。あなたと父さん帰ってこないから私が探しに行くしかなかったの。ヘイゼル、あなただいて嬉しいよ。でも正直、あなたが何の知らせもよこさず宝探しをしていることにすごく怒ってる。黒ひげはどれだけ危険な人物か分かってないみたいね。オーシャンズハートを最後に手に入れたものは町を海に沈め、そんな話信じられない。ええ、海賊は悪いやつらだから一緒に戦う。でもその前に村に帰ってこなかったの。私は海賊軍を止めようとしているのに、あなたは私が家に帰らないことに腹を立てているの？たったそれだけで？本気？いけない、海賊評議会は私を追ってきたみたいね。もうヘーゼル、本を持ってここから逃げて。こいつらは私が何とかする。やでやで落ち合いましょう。何の躊躇もなく逃げたな。あ、お金落としてくれた。なんだろうな。ヘイゼルなんか最初の頃からそんな感じはあったけど、いいイメージ投稿っていうかさ、いけー、こう達観してる感じがあって個人的には嫌い。私すごいことしようとしてるのよみたいな感じが腹立つな。いやー、力からしたら知るかやからね。
円外からダメだっていう、ここをね。で、あー、めっちゃ、そうさ、弓兵が強いのやめよ。ライフ高いの。弓兵ライフ高いった。もう永遠と攻撃できるからな、相手。これ全部倒さないといけないんだろうね。オッケー。こっちで合ってるのかわからん。いや、まだいるじゃん。どういう状況？宮殿どうなってんだ。もうちょうど襲われた後だったってことか。いて、黒ひげができてたからそういうことだよね。やば、AV 良すぎだろ。しかも矢はなんか離せない感じするよね。痛いな、さっきから。マジで。よし、脱出成功。宿屋行きますか。え、事情は何？怪我はない、よかった。私もなんとか本手に入れた。泥棒大成功ね。ヘイゼル無事でよかったね。さっきあなたが返事をくれなかったことにきつかったって言ったけど、でも私はキリアよく聞いて、私は海賊を止める。マローさんも一緒よ。協力してとは言わないわ。でもあなたのためだけに故郷に帰ることはできない。あなたはお父さんに酒場をやらせたいの？それとも私と一緒に花を摘みに行きたいの？違う、私は。うん。そうできたら嬉しいよ。ただあなたが心配だったの。人生を投げ出して海賊と戦うなんて嫌だ。私もよ。でも私たちがやらなかったら誰がやるの？だから私が海王の剣を探してオーシャンズハートを破壊する。オーシャンズハートってそんな悪いもんだったね。海王の剣聞いたことあるわ。その剣には魔法がかかってるって。何でも切り裂いて呪いすらも解くのよね。その通りよ。伝説では彼が戦いに使った剣だと言われてる。でも私が調べた記録によれば、海王は海の力を使って軍や兵隊を破壊したそうよ。嵐を操ったりしね。それから資料館にあった本で興味深い話を見つけた。海王は古代のマングローブの木の前で剣を海に捧げたそうなの。もしかしたら彼は剣をそこに置いてきたのか。そうかもね。じゃあマングローブの木を探して剣があるか調べてみましょうか。あなたも協力してくれるの？うん、だってヘイゼルは私の親友だもの。親友が決意したことは私だってできる限り力になってあげたい。どうもありがとう。キリア、市場でクローバーという男はマングローブの葉を売っている。どこで手に入れるか聞いてみて。私はマングローブの伝説についてもう少し詳しく調べてる。町の南門で落ち合いましょう。じゃあマングローブの情報を聞きに市場に行こうか。またあったね。ヘイゼル見つかったかい？それともマングローブの葉が欲しいのかな？あ、こんにちはね。あってたあってた。ヘイゼルに会えたら私はそれからマングローブの葉はいらないけど、マングローブの原生林を探してる。すごく古い古代の原生林を知ってる？カモミースに行きたいんだね。ウォークヘイブの港に行き、橋を渡って南に向かうとすぐ原生林が見つかる。まずさ、モンスターだらけだから気をつけるんだよ。ありがとう。もう、こっち側行くのか。キリアと合流できたので、マングローブ探しに行こうかなと思います。多分港の南側にあると思うんだよね。行ってないのがこっちだけなんで行ってみたいと思います。さあ、着いた。カモメイソ。こっからだね。いやなんだよな。おいけない。ぐるって回ってこれるんだろうね。めっちゃマングローブの木生えてんな。
これぐるって回って、おお、サハギンだ。あれ、まんまじゃね？それはまんますぎない？大丈夫か？あー、落ちた。友達は全然助けてくれないね。悲しいぐらいに助けてくれない。いいね。はいはい。めんどくさいなこいつ。これどうするのかな。あれが例の木に違いないわ。儀式のために植物を持ってきたの。これでうまくいくはずよ。儀式か。小さな声で何かつぶやいている。おお。中に入ってってるや。マジか。おーっとー、火曜の剣を見つけた。大昔、オーシャンの祝福を受けた剣だ。攻撃ボタンを長押しすると、攻撃でチャージできる。やったね。もう強制的に変わったってこと今。構え方がさ、ゼルダっていうよりか、聖剣なんだよね。これでオーシャンハートを、止められると。はいはい。でも正直言って次何すればわからないわ。父さんは嵐の島を探していた。だけどもう随分連絡がないから、実はここ数週間私も連絡がないの。おじさん強い人だから心配してないよ。でも配属表記はすでに嵐の島を見つけているかもしれない。彼らが何を知っているか調べる必要があるわ。アルジャザーリという海賊の船長がカラストリデにいるの。中に入る方はわからないけど、その船長を捕まえたがっている。モルスさんという人がいるわ。彼に協力してあげればいいのよ。ほう。モルスの居場所を教えて。私がカラストリデに潜入して、海賊から嵐の島の情報を探り出す。モルスさんは少々気難しい人だけど、あなたなら彼を助けてあげれるはずよ。彼はお酒好きだから、オークヘイブンのサラダバーにいるかもしれない。ああ、じゃあ普通に宿へ戻ればいいのか。じゃあ、連れて行って。ああ、なんかサイドクエストあるよっていう、トーマン氏に言われたね。これクエストさ、あ、海賊砦で変わってる。サラマンダーバーね。ここが。あ、合ってた。もうですね、友達のヘーデルが聞いた。海賊アルジャザーリを捕まえたいですよね。あなたに協力してあげる。私は彼が聞き出したいことがあるの。海賊漂流隊のアジトについてね。おお、そうか、よく聞け。あの薄汚いイカレ野郎は私の船を2隻も沈めたんだ。今すぐ捕まえてやりたいが、やつは海賊漂流隊のためにオートマトンを製造しているのだ。蒸気で動く恐ろしいロボだ。あー、ロボットなんだ。砦は分厚い鉄の門に守られて、中には評議会の海賊どもが大勢いるのだ。わしのような年寄りにお前のような子供が加勢したところで無手だ。裏口とかないの？ない。大人数が侵入者を監視しているからな。正直あれほどの人数にどうやって食事を配給してるのかわからん。食事か。そうだ、案があるわ。海賊の砦に入るなら正面から突入して全員と戦う必要ないわ。正面から入るけど頭を使うの。海賊たちはどこに、ビールを飲むのかしら。海賊にお酒は不可欠よ。考えたことがないな。わからん。飲み物の中に眠り薬を入れれば何百人と戦う必要もなくなるわ。町に薬屋はあるかしら。ああ、町の東側にある。よし、お前は酒の中に入れる眠り薬を見つけてくれ。わしはカラストレーデン海賊どもがどこで酒を仕入れているか調べよう。眠り薬を手に入れるか。物騒といえば物騒。だけど、どうだろうね。とりあえず片っ端から入っていくか。あ、ほい。
エーテル爆弾。これでいいのかな。そういうのじゃなくて、延べはぐっすり眠れるような薬を作りたいの。すごくピリピリしてるのよ。眠り薬や材料があれば簡単に作れるわ。トリカブトの花。いや、トリカブトは違うと思うな。激薬よ、激薬。マーブルクリフ山の北西、危険な植物が生えている場所があるの。トリカブトはそこに生えてるわ。あの毒の森行くのかな。ちょっと行ってみようか。さあ着いたけど、ここでいいのかな。うわー、めっちゃ敵いるじゃん。めっちゃ多い。やばい。いたってもんじゃねえぞ。遠距離しかしてこないじゃん、もう。うん、そうそうそう。おー、バカ、そいつやれ、そいつを。よし。トリカブトを無事ゲット。とりあえず持っていくか。持ってきたよ。眠そうな顔してるわね。トリカブトは見つかった？難しいことはなかったわ。ただ花を摘むだけだったから。咳、今すぐ眠り薬を作ってやる。はい、完成。これを飲んでぐっすり眠ってね。ほうほう、モルスに渡せば OK と。眠り薬は見つかった？ええ、海賊たちの酒の仕入れ先は分かった？それがどうやらこのバーから仕入れているようだ。このバーの隣の倉庫で酒類を保管しているらしい。バーテンダーの話では、地下にある星マークがついた樽が海賊のビールだそうだ。おお。薬を入れることができるだろう。じゃあ、どうやってその地下に入るかっていう話か。星マークの樽っていう話だけど、見る感じないよね。あれ？これもしかして爆弾？爆弾使うの？ちょっと買ってこようかね。じゃあすまんな、目の前で。ドーン、よっしゃー。やべえよな、普通に考えてね。待ってね。このエリアにあるお酒は発送専用です。酒場に出さないでください。俺こういうの嫌い。あー、ダメか。で、まあ出入りできるようになったと。あれ、もしかしてあれ一度きり。まあいいや。ほい、入れよう。で、入れてこの後だよね、どうするのかっていう話だからね。あ、運んでる。じゃあ砦に着く頃にはって言ってるから、これで砦に向かえば OK って感じか。あ、もう一回ちょっと宝をね。もうさ、これさ、掴んで引っ張ることできないんだよね。これでいいのか。あ、生命のエリクサーだ。めっちゃいい。じゃあカラストリで探しに行きましょうか。さあ、カラストリで着いたよ。ちょっとね、マップ的にかなり最初の方だったんで、めちゃくちゃ戻るの大変でした。いやー、大変だったね、普通にね。おい、
魔法に変えて、なるほど、当たりに来てくる当たりに来てくれるな。アメズとも2発、うわーこれ、いや痛い、何もない、行き止まりか。いやーマジで、あの飛んでるやつ倒せないの腹立たしいな。お、ちょっと待って、これ左は何、あ、カラストリーではこっちらしい。でも上もなんかいけるから上も行っとこう。なんかこのサークル見覚えあるね。マーメイド、カラスがいっぱい、だからカラス取りで、え、なんかさんこれありそうだよね。ほらほらお宝ある。なんかするんじゃないこれ。いやでも今じゃないんだろうな。魔法強化か。いえー、その2コンボはやめて。ためで倒せるっていうか、これは増えてきてて面白いね。これは上から降りてくる時だけか。そうだね。意外とカラス取りで行くまで長いね。じゃあ落ちた。でもまあほぼ一撃とかで倒せるからね、別に落とさなくてもっていうのはあるんだよな。え、あ、これか。あかんあかんあかん、危ない危ない。で、ミラー、あ、いった。次正面はいけるのか。あー、それやめてあ、正面寝てるね。一回話聞くだけ聞いとこうか。ミエリタクス眠るべし聞いたようだ。よし、アルジャザーリを探すぞ。おー、でこれで OK になるわけか。はいはいはい。左側先行こうか。隠しだったっぽいしね、なんかね。正面から行けるらしいから。やば。スライム、いってー。スライムね、マジで見えないんだよな。サンゴだ
周りになってサンゴ生えてるもん。これ持っていったら早いんじゃない？ちまちまね、強化せずぶっ壊して一気に稼いだ方がさ。あ、またいる。さあマンドレイク、よし。じゃあ今回ここまでしましょう。キリがいいんでね。ということで、ご視聴ありがとうございました。チャンネルを応援してくれる方は、チャンネル登録と高評価お願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。